どうもマリサだぜ。やっほー、霊夢だよ。どうもです、ヨウムです。デッドバイデイライトをやっていくぞ。イエーイ、パフパフ。今回はフレディを使っていくんだね。ああ、フレディことナイトメアを使っていくぞ。ナイトメアことフレディじゃなくて、あれ、どっちだっけ？とにかくフレディを使っていくんだね。ああ、ファイブナイツアットフレディーズを使っていくぞ。フレディと愉快な仲間たちだね。それもう別の子じゃない？それにしてもどこにいるんだろうな。足跡あったからこの下にいるのかな？修理していたみたいね。とりあえず蹴っておいて。あ、足跡が。向こうに行ったのかな？わからないな。とりあえずパレットを。あら、デイビッドさん。奥にも誰かいるよ。奥の子を攻撃しに行きたいが、あの子をかばうように上に行ったからデイビッドちゃんを狙うことにしよう。グイって曲がったわよね。届かないか。でも捕まえられるね。この調子でどんどん捕まえましょう。よいしょ。さあ、下の発電機を。みんちゃんがいるよ。これは下から出てきたのかしら。どうなんだろうな。あの距離はさすがに追いつけなさそうだね。素直に下の発電機を蹴りに行きましょうか。そうするか。デイビッドちゃんが救助されたよ。結構近いけど大丈夫かしら。様子を見に行こう。足跡があるね。向こうに続いているわ。今誰か。メグちゃんね。やあ、メグちゃん。メグちゃんが救助したのかな？多分そうかも。いい足跡の付け方ね。ああ、デイビッドちゃんのかと思ったぜ。メグちゃん向こうに行ったよ。いいわね。冷静に対応しているな。さあ、ここはどうする？倒すタイミングが難しいよね。マリサが初心者らしい動きをしたから油断しちゃったのね。はっはっは、照れるぜ。褒めてるのかな？こうらしょ。下の発電機結構進んでそうだからイタチを使いに行きましょう。そうだな。この近くに何人かいるのかもね。ああ、思ったより進んでいるみたいだしな。あら、メグさん。間に合ったみたいだね。全員の姿を確認することもできたしな。みんな結構近くにいたのかもしれないわね。救助も早いよ。びっくりした。メグちゃんどうしたの？すぐに落ちてこなかったから回り込んできたと思ったのかしら。それか怪我した味方さんがいたとか。それだったら戻ってきそうだな。うんこらしょ。向こうの発電機がついたみたい。よし、ドリームプロジェクションを使うか。ドリームプロジェクション。ドリームプロジェクションは発電機に瞬間移動できるんだ。すごい、ひとっ飛びだね。そしてこれはドリームパレットといって、夢の中にいるサバイバーさんたちにしか見えない倒すと消える偽物の板だ。前に出会ったキラーさんが使っていたドリームスネアとは違う効果なのね。あれは地面に設置する罠で、これは板が生成される場所に設置できる罠だな。ドリームスネアは移動速度や乗り越えが遅くなるから強力だよね。確かに強いがなかなか難しくてな。このドリームパレットはとりあえず設置しておくだけで効果を発揮してくれるんだ。なるほど、お手軽に強いんだね。でも板の配置とかを把握できる上手なサバイバーさんたちには効きにくそうね。確かに。設置をうまくやればいけそうだけど、上手なサバイバーさんにはさすがに厳しそうだな。メグちゃんがいるわ。これはラッキーだ。捕まえさせてもらうぞ。助けた人はどこに行ったんだろ。どっこいしょ。向こうにいるみたいね。よし、瞬間移動だ。おお、まあかせ。なんか逃げていったわよ。ドリームプロジェクションを使うと移動先の発電機に血が吹き出してフレディが出てくるんだ。ひえ、まさにホラーって感じの演出ね。ほんとだよな。メグちゃんが救助されたよ。いいタイミングの救助ね。そうだな。あれ、どこに行ったんだ？見失っちゃったの？しっかりしなさいよ。うっかりしてたぜ。今いたよ。ほんとだ。メグちゃんからしたらどうしたんだろうって感じだったかもしれないわね。追ってこないでどこかに行くんだもんな。よいしょ。あっちに見えるね。あれはメグちゃんと救助した人かしら。向こうの発電機にイタチを使いに行くか。タイミングが合えばメグちゃんも捕まえられるかも。足跡があるわね。メグちゃんが急いで離れたのかもしれないな。メグちゃんの声が。そこか。走っていった後ね。いたよ。綺麗に一周してきたわね。よし、この距離なら捕まえられそうだな。この場所の板は使うの難しいよね。距離が短いからね。メグちゃんも焦っちゃったみたいだな。また会おうぜ。あそこで供養しているみたいね。それじゃあドリームプロジェクションで一気に近づこう。了解だ。いたわ。デイビッドちゃんがかばいに来たね。いいね。うわ、血が爆発したみたいになったよ。あれがドリームパレットの効果だ。ちゃんと本物かどうか把握しておかないとかなり厳しいわね。こうらしょ。フレディかなり強いね。ああ、使いやすくて強いキャラだと思うぞ。気になる発電機に瞬間移動していた血を使うことができるのもいいわね。あとはドリームスネアを使いこなせたらいい感じになりそうだな。
どこに行ったんだろう。いたわ。さっきのはミンちゃんの足跡だったのかな。そうだと思うんだが。届け。届いたね。このドリームパレットだからひるまないわ。デイビッドちゃんが救助されたよ。これは、いろいろタイミングが悪くない？大丈夫、二人ともきっと逃げ切れるさ。入れ替わりで地下に招待する感じだね。どっこいしょ。回復するために遠くまでは行っていなさそうだけど。ミンちゃんを救助する必要もあるもんね。あれから少し経ちました。見つからないな。そこの発電機結構修理進んでいるみたいね。まだここの近くにいるのかも。案外地下だったりして、そんなわけないでしょ。どうも。すまねえな。二人には悪いけど捕まえないとね。よいしょ。これはメグちゃん逃げ切れないわね。捕まえさせてもらうぞ。デイビッドちゃんは逃げ切れたみたいだね。確かメグちゃんは最後だっけ？多分そうだったと思う。また会おうね。あっちまで走って行ってるみたい。とりあえずハッチを探しに行きましょうか。そうだな。なかなか見つからないね。あったわ、デイビッドちゃんは。来てないみたい。もしかしたらゲートの前で待機しているのかも。ゲートが離れていたら逃げれる可能性あるからな。近くまで来ていたみたいだね。惜しかったわね。あと少し早かったら脱出できていたな。デイビッドちゃん脱出を諦めていないみたいね。いいね、好感が持てるぜ。頑張って、デイビッドちゃん。ねえ、マリサ、なんだい？見失ったでしょ。もう一つの方に行ったのかな？足跡が、近くにいるのか？あれは、ゲートを開けているね。なかなか度胸があるじゃないか。どうするの？ゲートが開く寸前で捕まえる。え？寸前で私が捕まえきれなければデイビッドちゃんの勝ちだ。緊張するね。今だ、間に合わなかったわね。これは仕方ないな。ちょっと悔しいがデイビッドちゃんには逃げてもらおう。悔しいの？全然。え？あ。また会おうね。バイバイ。フレディ強かったね。ああ、使いやすいしとてもいいと思うぞ。でも敵には回したくないわね。すぐ飛んでくるもんね。いろいろ演出も怖いし。スネアもそうだがドリームパレットがあるとチェイスがとても大変になるしな。チェイス中に使った板が偽物だったら一気にピンチになるものね。対戦するときは気をつけないとね。ああ、そうだな。よし、では今回はここまでだぜ。最後まで見てくれてありがとね。次回も見てくれると嬉しいです。ご視聴、ありがとうございました。